まあ、タイトル見て何これって思うかもしれませんけどね。まあ、これはタイトルの通りで、本当に結論出たんですよ。まあ、実際ね、血尿って一言で言ってもいろいろ、まあいろいろというか、まあもちろんこれは病気です。はい。ですけど、まあ実際これが出たことによってどう変わるかっていうね。僕は正直これが、こう、なった時から、その医者に見てもらって、まあ実際医者に見てもらったんですよ。医者に見てもらって、で、結果的にどうなったかっていうのもね、ちょっと、これを、まあ、詰めて教えたいと思います。まあ、何があったかってことですね、まず。まあ、今月7月14日の昼前に、これも仕事中なんです、本当に。仕事中で、急に、普通トイレ行ったら、本当に出たんです、血尿が。いや、びっくりしますよね、最初ね。いや、だって、出たことないのが出てきたわけですから。本当にこれ人生初なんです、実はこれ。全くなくて。で、一応、その時は全然、痛みがなかったんですけど、この痛みがないってことが、後で重要な問題になるってことで、今のところ言っておくとして、それはまあ頭に入れておいていただいて、結局、まあいろいろ話したらもう、とりあえず検査行きなさいと。痛みがないから働けると言ったけど、でもさすがに、痛みがないの逆にね、不安になったりするっていうこともありますから。それもだから後でいい、なんでかってお話します、これは。はい。で、一応、で、病院についていろいろと見てもらったんです。エコーとか、尿検査、血液検査、シーツ、いろいろやったんですよ。これもだ、せめて痛みがないかなって、本当に。痛みがないことが大問題、これ本当に。で、だそのエコー検査っていうのは、まあ、なんかこう、ローション的なものを塗って、そこから上からなんかこう、あれですよ、なんかよく妊婦さんがよくやるやつですね。子供の顔とか様子とか、元気かどうか動いてるかどうかっていうのを見ながらこう、お話しする、なんかあるじゃないですか。それ、エコー検査。それでだから異常があるかどうかってことを確認しなきゃいけない。まあ、尿検査は当然、血流高い尿検査。血液検査はこれもだから循環器ですから、もう。尿とかその辺に関しては。血液も循環器だから、それで検査すると。まあ一応、検査本当に大事で。あと CT スキャン、これね、尿道大ってね、なんか全身にこう、どんな血液の流れになってるかっていうのを確認できるという、そういうのあるんですよ。尿道大って。そう、それは尿道大って言うんですけど、そのスキャンをして、全部で3時間ほどかかりました、これ。本当かかってもらいました。まあ、場所もね、結構でかいところ、でかいというかまあ、そういう泌尿器科の、もう東京の方でも、ものすごい立派な施設があるんですよ。まあ、板橋と北区、まあ、地元の人しかわかんないから、あれですけど、本当に、まあ、いいところなんですよ。で、だからもう人も結構いて、今コロナじゃないですか。コロナだけど、それなりの、まあ、本当に密になるような場所です、本当に。それぐらい人がいたんですよ。で、まあ、3時間ほどかかりまして、まあ一応これね、一応一週間後に結果出ますよって。一週間後に来てくださいって。まあ予約しまして。はい。で、行きました。まあ行ったんですけど、実は、これね、これですね。次見てください。もしね、これ、痛みがあって血尿だったら、痛みとかなんかそういうのあって、異常があって、だったら尿管結石なんです。結石っていうのはね、まあ、早い話がね。まあ、栄養過多。もともとが栄養過多なんですけど、まあ、もちろん、できやすい、できづらいありますよ。後で何が結石につながるかっていう、なんかそういうの、なんか理由とか、そういうのあるんで。それちょっとね、後でこれまたお話します。まあ、結石の疑い。なんですよ。だから、痛みって言ったから、だから本当に、ね、そういうの伴うなら、そうだけど、ただ痛みがない場合、これ最悪です、これ。よくなんか世間ではね、ストレスとか、いうのもなんか、あるんじゃないかなって言ってるのはあるんですよ。ただね、ただ、これ、見てください。
これ、まあ、これまず、ガンって読むんですけど、最悪、膀胱がんの疑いと。だからその膀胱、なんかガンってだって最初期のガンは痛くないんですよ。痛くないらしいんですよ。で、その、膀胱がんだと、だから直接血が出てくると。その、がんのところからなんか傷というかなんか血液が入り込んでってこともあるということで、膀胱がんの疑いも視野に入れなきゃいけないらしいです。はい。で、一応、先ほど前日ね、こう、血尿が出ると、いうこともあったんですけど、本当に怖かったです、これ、本当マジで。だから、ここまで調べたんですよ。癌の疑いがあるから。痛くないのは本当怖いですよ、マジで。そう考えたら。もしね、万が一、今後ね、若い方もね、そうでもない方もいると思いますけど、今後こういうのが出てきた場合ね、ほんとね、マジでやばいですよ。気持ちもね、ハラハラするし。だから、これ、血尿、ね、だから検査行った方がいいってことになったと。まあ僕も前もって、血尿は気になるし、いろいろ調べたんですよ。したらそうだったんですよ。だから、そう。これ調べたら、ほんとこの、どこのサイト調べてもこれ載ってたんで。いや、怖かったですよ、ほんとマジで。で、これはもう次の日。これね、たまたま休みだったんですよ。たまたまね。これ休みでよかったですよ、ほんとに。マジで。これほんとにね、寝れなかったんです。マジで。この痛みで。だから、脇腹なんですけど、脇腹にめちゃくちゃ痛みが走って、いやもうね、立って歩くの精一杯で、アブラシダラッダラでね、はい。これまたね、この日ね、7月って言ってますけど、雨降ってて、それなりに気温も低くて、寒かったっつうか、まあ、まあ、気温低かったんですよね。で、しかも、さっき言ったと雨なんですよ。で、何を思ったのか、相当焦ったのか知らないけど、僕バカなんですよ、この日ね。半袖で出ちゃって、そんな油汗ダラダラ出ててさ、ちょっとの冷房でもね、もう冷え込むくらい、もう、ここへ込むくらいの寒さっていうか、もう、汗でぬるようだったから、上になんか着ときゃよかったのに、何も着てかないで来たから、ほんと、それはそれでやばかったんだけど、結局だからそれで、そのさっき言ったその、泌尿器科の、まあ、すごい施設のとこ行きました。行ったんですよ。するとね、医者が言うには、3ミリと、3ミリっていうね、の血液が見つかったんですよ。とりあえずね、もう痛くなったし、血液だし、これもう癌じゃないってことだけ分かったんですよ。これでね、一応、他にもね、その CT スキャンの結果の、あれ、チラッと見てて、自分ね、あの時痛くて何にも引けなかったんだけど、チラッと見てね、他にも脂肪肝とね、ヘルニアが見つかったんですよ。まあ脂肪肝もともと言われたからだけど、ヘルニアも見つかったんですよ。今そのヘルニアを治療中で、フラマは別の話なんでいいんですけど、まあ今本当にヘルニア治療中です。ただ、癌じゃなかったんです、これで、この時点で。ほっとしました。今日も実はね、ちょっとね、血尿出たんですけどね、やっぱね、ちょっとなんか、そういうのあって、血尿でだから、あれですよ。血石出ちゃうとね、やっぱね、もうそういった体になっちゃうんですね。もう。うん。で、だからね、これほんとね、気をつけてほしいのはね、やっぱね、血尿っていうかその、血石出ないような生活をしなきゃいけないんだろうなとは、思うんですけど、でね、これさ、血石が見つかって癌じゃなかったって言ってますけど、やっぱね、血石は痛いですよ、本当に。今日もなんか、どことなく血石ありそうな、なんかそういう雰囲気っていうか、まあ、今は痛くないけどね。ちょっと怖いですね。今ちょっと本当に。血石は見つかって癌じゃなかったと。いうことで、一応処方された薬も今持ってて、まあもしかしたら今日明日あたりまた飲むのかわかんないけど。はい。ですけどね。で、
一応、この激痛は本当ね、痛かったけど、ほっとしたんだけど、ただね、もう飯も食えないぐらい痛くて、マジで。で、一応、まあ、診断してもらった後にね、またね、ひどい痛みになったからね、病院で横になるんですよ。横になってね、なんかその、結局ね、座薬をね、闇止めの、もらうんですけど、これね、座薬もらう前にね、もう、吐き気がしたのね。痛すぎて。これすごいよ、マジで。だから、3ミリでこれだから。3ミリで相当痛いから。ちなみにね、この尿管結石って言ったけど、尿管自体がね、大きさ5ミリ。で、これ多分ね、思ったけど、この日ね、この日、今思うとね、痛くねえからね、もう結石だと思ってなくて、普通にね、カツ丼食ってた。カツ丼。バカだよね、ほんとね。考えてみたら。これは自分でも情けないな、バカだなと思った。ほんとに。ほんとね、この日、だからね、食ったから痛くなったんだね。これ医者には言ってないんだけど。思ったもん、これ。もしかしたらこれ3ミリって言ってたけど、ちょっとでかくなってるんじゃないかなと思う。という恐れがある。マジで。まあでもとりあえずだから、結石見つかって、とりあえずその処方されて、なんかそのね、もらった薬、さっき言ったけど、その、まあ、鎮痛剤の座薬と、あともらったんが、あれだね、結石を溶かすのと、お品書かす薬をもらったんです。それは一月分ぐらい。なんですけど、一応ね、さっきさ、15日って言ったじゃないですか。この日が、だからまあ、結石言われて。で、結局ね、この辺り、ここの辺りにね、もう結石出て、体が出てくるんですよ。その薬のおかげもあって。そう。まあ、今もさっき言ったけど、もしかしたら結石あるのかな。多分。だからそんな感じするんだよ、体の中も。まあ、一応そういうことなんで、まあ、その1週間後ね、またそういうことでってことで、まあ、お話はしていただいて、22日、1週間後ね、まあ、それで、まあ、帰宅しました。ちなみにね、僕ね、がん保険入ってないんですよ。で、一応この、だから結石だったってことで、一応、まあ、確実な、確認をしてから、一応、今週の水曜、29日かな、には、まあちょっとがん保険の話をね、まあそのがん保険加入か、をするってことでもう話ついてますから。ほんと怖いです、マジでこれ。がん保険入ってない時のね、がんだって言われた、がんかもしんないっていうこのね、もう、怖いっすよ、これマジで。ほんとこれね、がん保険入っといた方がいいよ、マジで。こうなるのはもうね、いや、これもう、これがんに関してはって、若かろうが年取ろうがなる人なるからね。ほんとにね。で、先ほど言ってました。結石。これです。これが、どういう経緯でっていうか、どういうもので、結石になるかってことです。こちら資料ご覧ください。これ先ほど取りました。まあ、結局ね、水は飲んだ方がいいっていうね。これ、だから、今ね、意識して飲んでます。これ実際。水とか、お茶とか、まあ、麦茶とか、飲んでます、これ。で、本当にね、で、今もこれもね、まあ、ある程度だったら、取りすぎはいけないけど、ある程度だったら、食った方がいいよ、ということで、これも意識して食ってます。まあ、これ、これですね。本当に。これとね、このね、バナナとか言ってますけど、あとその、このココアとか、ね、コーヒーとか、ね、この塩分、これとかね、これ、実はね、これも、まあ、これほら、生放送で、ツイッター生放送でよく飲んでましたけどね、原因自分で作ってた、これ。
マジで。怖いよ、本当に。これ見た時にね、ゾッとしたもん。マジで。これ怖いよ、マジで。本当に。だって、まあ、ほうれん草とか、これはまあ、ないとしても、大根とか、タケノコとか、ナスとか、コーヒー、ココア、ね、これ、これ見てください、これ。まあ、ミルクはそうだけど、この、ね、とかさ、これですよ、皆さん。これですよ。これ、全部、私ね、ほんと、ここ何年かね、毎日食ってたし、飲んでたし、これ。ね、これはね、ちょっと、考え改めなきゃダメだよね、って思った。マジで。うん。こんな、思いしてまで飯食うことなかったよね。これ反省しました、本当に。マジで。あのね、一応フォロワーにね、ラーメン屋いるから、まあ、それこそ報告があったらたまに行くこともあるだろうけど、それ以外はラーメン食ってないし、なんですけど、まあ、揚げ物はもう、揚げ物とかファーストフード、まあ、マックはもう、全く行ってないし、その、だから、あれ以降、ビールは飲んでないし、まあ、多分、飲み会の時期では飲むかもしれない。それわかんないけど、なんですけど、ほんとね、一回でもね、これよく言われるのがね、一回癖ついたらね、だから、欠席、さっきもちらっと言ったけど、欠席って一回できたらまたできるんだよね。もうそういう体になっちゃうのね。うん。昨日ね、職場の人がね、その話したこともあってね、僕の職場がね、結構ね、おっさん、まあ自分もおっさんだけど、まあだから60代、50代の人が多いんです。男性で。だから、当然だけど、そういう年だからね、やっぱね、欠席の人います。実際。いるんです。でね、そういう人ってね、やっぱこう、当然体験など必ず言うのはもう血が出たとかさ。ね。それこそ、欠席を見たくて、茶腰を使うとかさ。いろいろ言ってますけどね、僕知ってるだけでね、その 1.5 センチの欠席が出たって人がいるんですよ。その人はやっぱ脂肪肝って言われたらしくて、それでもね、俺はでもね、だから食い物は食い改めた部分あったけど、その人ね、全然改めてないらしいんだ。いや、大丈夫かなと思うけど、それはさ、それはそれでさ。だって、ね、押し流す気ないの？押し流すって、作らないようにする気ないのってさ、思ったりするんだけど、ほんとだからね、これ見て、だから、あ、これダメなんだなってさ。うん。逆にこれは、まあ、だからある程度、まあ、取りすぎはダメだけど、だからある程度、あれだな、例えば、まあだから、これ合ってることは知らないけど、俺は毎日食ってて、セブンイレブンのブリトぐらいだったら、いいんじゃない？いや、わかんない。もし違ったら、コメントください。僕の考えてることを間違ってれば、ちょっと問題なんだよ、これ。うん。だから、これはもう、医者に聞いたわけじゃないからさ。これ、だから、これね、ラーメンとかさ、そう、この、だから、さっきも、ちらっと言ったけど、カツ丼食ったしね。食ってたしね。普通に、だから、この、ステーキにしろさ。だから、この、だから、過剰の摂取がダメって。いうのがどれぐらいで買えるか俺よく分かってないんだけど、例えば吉野家の牛丼ぐらいだったらいいのか、何なのか、卵も一緒に食って別物としていいのか、それよく分かってないんだけど、ただやっぱりね、なるべく食わないようにはしなきゃなって。俺ほんとこのバカなんだけどね、俺ね、前までだから、風邪ひいたらさ、もう必ずね、あれなんだよ、スタミナ丼って、わかるかな？本当にだから、豚肉の、めっちゃこう、使われてる、なんかその、ニンニクの味の効いた丼。まあ、豚丼とは違うんだけどね。わかんない人よ、じゃあ、この人、スタミナ丼。スタミナ丼。どんなもんなかった。一応画像で
まあ、これはそうなんですよ。こういうのを食って、しかも大盛りとか特盛りとか頼んでさ。で、しかもコーラ飲むとね、なんかあれなんだよ。落合博満がなんか風邪予防でコーラ飲んだって話も聞いたしさ。やってたの。だからなんですよ、こんなんなんの。本当に。いや、本当だからね。これだから、もしまたなったら、まあ多分なってると思うんだけどね、今も本当に。うん。だから本当これね、皆さんね、僕の話を聞いて、改められる人は改めないと本当僕みたいになりますか、本当これマジで。はい。これはもう気をつけないとダメですね。はい。だから本当だから、油汗かくぐらい痛いから。マジで。これは、もう、この話を聞いた皆さんは、これぜひともね、改めていただきたい。はい。ってことなんで、ぜひとも、このバナナとかもダメですからね、ほんとこれ。まあ、多分だから、なんでもない人は、体質ですよ、体質。うん。体質がそうなってるから、全く問題ない人は問題ないけど、うん。だから、ただ、可能性として、うん。なった後には遅いということだけは分かってほしいかなと。食えるうちに食った方がいいのは確かだけど、食えなくなった時のこと考えたらね、虚しいよ、これ。うん。ってことなんで、はい。以上が、結論が出たというタイトルですけど。これだから、一言で言ってるけど、案外大事だからね。うん。そこはちょっと、認識していただければと思いますんで。はい。一応まあ、今回3ミリだけど、もっとでかいの出るかもしれないしね。僕とそういう力でなっちゃったのも。はい。ということなんで、ぜひとも皆さん、今後の食生活、生活、ご検討ください。はい。以上、木村でした。ありがとうございました。